皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道博です。本日は東京都渋谷区にある若林会員様にお邪魔しております。講師の若林健二です。よろしくお願いします。お願いします。今回も歯科衛生士さんのための予防歯科コーナーということで、こちらのご質問をいただいております。両手を使った SRP について教えてください。下顎側臼歯部舌側延伸面編ということで、先生ついに両手の、はい、SRP バージョン最終動画です。はい、8本、はい、ありがとうございます。ようやっと最後まで来ました。はい、長い道のりでした。はい、まあここではですね、まあ、最後ですけども、まあ、延伸面のところ、舌側の延伸面のところをやっていきますけども、まあ、動画の中でですね、まあ、ポイントのところいっぱい言ってますんで、それをちょっと見ていただいて勉強してください。それではご覧ください。使うスケーラーは13番です。術者は後方位、患者は顎を引いて顔を少し右に向けます。下顎隣接歯の後方面か舌縁にレストを置きます。近親と同じようにですね、シャンクの部分を左手の人差し指と親指で外します。そしてハンドルの部分を右手で押さえます。そして延伸部に当てるんですが、レストですね、レスト、薬指レストです。歯にレストを置きます。この状態で右手でハンドルを引きながら、左手もそれに添えながら上下に動かしていきます。これは右手と左手を上手に連動させながらスケーラーを動かすのがポイントです。先生、さっきの近親と延伸では何か力のかけ方は違いますか？はい、近親の場合は、延伸方向に左手で圧をかけるんですが、今度逆に延伸の場合は手前の方、近親方向に親指と人差し指で圧をかけます。その違いですね、まあ、ポジション的にはほとんど同じような感じで、ストロークもですね、上下のストロークですから同じような感じです。これは先ほどと同じように7番でも同じです。もちろん手前の方の5番4番でも同じようなストロークになります。ただどうしても7番延伸の方に行くとですね、片手ですと圧がどうしてもかけられないんです。それを左手がしっかりと近親に力をかけることで圧がかけられますので、非常に動かしやすくなります。若林先生、ありがとうございます。今まで各部位、はい、もう今回は特別バージョン、細かく、はいはい、教えていただきましたけれども、最後総括をお願いいたします。はい、まあ、今回はシリーズでですね、8回にわたって両手を使った SRP について動画で解説させていただきました。まあ、この両手でやるというのと、まあ、片手でやるというもの、まあ、基本的には皆さん大体片手でのスケーリングの方法を学んでると思うんですけども、まあ、どうしてもこうやりにくいところっていうのは出てくるんですね。それは力が入りにくかったりだとかするところがあります。それを両手を使うことで、まあ、力がすごくコントロールしやすくなってですね、力が入らないところも力がちょっと入ったりだとかもできます。また安定したストローク、まあ、片手でやるよりも両手でやった方が安定したストロークが、まあ、可能になってきます。まあ、そういうところをですね、まあ一般臨床の中でやってる中で、片手と両手上手にですね、こう使い分けしながらやっていただくと、非常にいい状態で患者さんの口内を管理することができるんじゃないかなと思います。まあ、これは慣れもありますので、まあ、少しずつですね、臨床の中で使ってみていただければなと思います。8回にわたって本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん8本必ず
見ていただければと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきます。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。